階層とかですね、いろいろ使って、早速レイアウトトライしようと思います。これ園さんに送っていただきました。まだピチピチの海藻ですね。これもう海藻とか海草とかいろいろ入ってます、あそこで取った思い出の草ですね。まあ、正直私はちょっと分かんなかったんで、いっぱいチョイスは園さんチョイスです。ありがとうございます園さん。はい、ということで、なかなか経験した人が少ないであろう今日は海藻レイアウトにチャレンジします。で、園さんからもいっぱいアドバイスもらったんですけど、まだまだ未踏の地ということですので、みんな前例がないらしいです。で、私も聞きかじった知識とアドリブで作っていきますので、正しいかどうか分かんないんですけど、一旦、せっかくの思い出の、回想を無駄にしないように、頑張っていきます、ね。今回使うペルコは見ての通りですね、スーパー限定品の、木目のペルコです。ごめんなさいね、当たらなかった人もいるかと思うんですけれども、当たった運のいい人はぜひ私と、一緒に 木目のペルコで、レイアウトを楽しんでみてくださいね。当たった人おめでとうございます。で、今何やってるかというとですね、まず今回はですね、海藻とか海の生き物、やっぱり水流が結構好きということで、あえてですね、低めに設定して水中の中を水が回るようにしてみようかなと思います。これが正しいかどうかはまだまだ分かりませんが、少なからず流れがある水槽は絶対、悪いことはないので、そんな感じでちょっと低くして、できるだけこう水中をしっかり水回せるように、水面じゃなくて水中を回せるようにちょっとやってみようと思います。で、砂をまず入れていこうと思いますが、この突出口にね、まあこれいつもよく私がやってるんですけれども、突出口に砂が入らんようにおまじないの、はい、キッチンペーパーを突っ込みます。で、はい、こちら洗ったサンゴ砂ですね、はい、これを、入れていきます。で、サンゴ砂の量は、多分3センチぐらいとかの厚みでいいと思うんですけど、今回ですね、海草って言ったらいいんですかね、アマモみたいなやつも、送っていただいたので、そうするとある程度深さがある方が、多分植えやすいし管理もしやすいかなと思ってます。なんで、気持ちちょっと厚めにサンゴ砂を敷いていこうと思います。で、園さんからいろいろお話を伺ったんですけれども、やっぱりね、砂が、まあ、しっかりと、いろんな、なんだろう、お魚の食べ残しとか水草がね、腐った部分とかが、そういうのが蓄積していくことで、しっかりしたなんかこう海水の土壌が出来上がると、そういうこうロジックがあるらしいということなのですので、今回はですね、そんなのも意識しながらちょっと厚めに敷いていこうと思います。厚みとしては3センチから4センチぐらいかな。はい、一旦こんなもんにしておきます。で、今回はですね、ベースにそのまま植えるタイプの海藻もあれば、ちょっと石とかに引っかかるようなのも結構あるということですので、この、あれですね、ライブロックの擬岩、を使って、ちょっと骨組みを作っていこうと思います。正面がね、多分こっち側にしようかなと思うので、分かりやすい感じだとやっぱ奥の方に背の高いのをちょっと置いたり、あと海藻もね、背が高いのも結構あったりすると思うんで、ある程度そんなにこう圧迫したくはないんですけどね、こんな感じかな。そんで、あとは小さい、こういう擬岩も使って、あれですね、なんていうか、ちっちゃい海藻とかも、直接ね、漂わせても大丈夫らしいんですけど、ちょっとだけ接着しても安定するっていうふうに聞いてますんで、こんな感じでもうほんとシンプルにね、海藻メインの美しさでレイアウトできる感じで進めていきましょうか。ちょっとこれが大きいかもしれないですね。ちょっと植えながら考えていきますが、大体こんな感じで進めていきます。はい、ということで、じゃあ水を入れていきますになるんで、今ね、ちょっと白濁しても、まあ、そこはそんなに焦らずちょっと進めていこうと思います。よいしょ、もう1枚ぐらい使いましょうか。
はい、キッチンペーパー直接入れてもいいんですけど、水が染み込んでいきやすい場所をこんな感じでちょっとちぎりながら作っています。やっぱり砂に直接水がね当たると一気に舞いますんで、粉塵と化したサンゴ砂たちが、なんとなくですねこんな感じで、直接あまり水が砂に行かないようにちょっとクッションを敷いて、でじっくり浸透していくような水の入れ方ができるとやっぱ綺麗かなと思います。はい、ということで海水を入れていきます。これは事前に作っておいた人工海水ですね。はい、こんな感じで入れていきます。多分ねフィルター回さなければそんなには回らないかなと思うんですけど、最後にねフィルター入れてブッとちょっと白いのが出てきちゃうと思いますが、とりあえずレイアウトしやすいようにできるだけ透明なお水になるように注いでいます。ある程度水が入っていったらこう手で受けるとよりソフトにね注げますので、安心して砂を掘り返さないように引き続き注いでいきます。こんぐらい入れましょうか。はい、よいしょ。で慎重にキッチンペーパーを取っていきます。ほっと、はい、まあまあ綺麗に入ったかな。でもやっぱりね白濁しちゃうんで、もうそういうもんだと思って進めていきます。はい、で今回はですね、なんせ海藻なんでどうやっていこうかなと思うんですけど、海藻にも本当に岩とかにくっつくやつから海底にしっかり根を張るようなやつまであるような印象だったので、でしっかりねなんかやっぱり根を張るタイプは栄養もしっかり取ってくるらしいんですよ。なので、背の高かったりこう根っこ系の、例えばね送っていただいた中にこんな感じ、これもみんな知ってる海ぶどうみたいなやつなんですけど、こういうのってしっかり茎で伸びてくるから案外ね植えてもしっかり育ちますし、あとちょっと前混ざってた分かりにくいですけどねこういう、はいどうぞどうぞどうぞ、もう一回いきますよ。どっからいきます？海ぶどうからいく？はい、ということで今回送ってくれた海藻なんですけれども、まあ本当いろいろあるんですが、しっかりまず栄養をね、水から浄化してくれるようとしてこんな感じの海ぶどうみたいな、これすごい育てやすいらしいです。でしっかりと、茎でね伸びていって、でしかも石とか砂とかにどんどん潜り込んでいくんで、なんていうんですかね、アクアリウムでいう、もう水を浄化するための、水草みたいなポジションになるそうです。で同じような感じで、ちょっとねちっちゃめのやつなんですけど、こういう、何かツタ系ですかね、タカノハズタとか多分そういう系の、草で、これもなんかどちらかっていうと、しっかりと、砂に根を張るような、そんな、海藻です。で、あと他にもあるんですけれども、やっぱりある程度ボリュームがあるやつを最初に植えていった方が綺麗に見えるかなと思うので、あとねもう正体不明のやつもいっぱいあるんで、私素人なんでちょっとまあ一旦植えていきます。はい、ということでじゃあまずね、ベースになりそうな、こういった海藻類の中でもツタ系ですね。私もこれ育成したことあるんですけど、びっくりするぐらいね本当増えてすごい、ね、楽しかった記憶があります。で、今回ちょっとね茎がしっかり長いとね植えにくいんで、ちょっとちぎってみました。ちょっと短くして、で本当に水草みたいにこんな感じで植えてみようと思います。はい、でこれがなんとなくねメインになるといいなとは思ってるんですが、いかんせんちょっと背が低いんで、できるだけこう数をうまく配置したいなと思ってます。はい、こんな感じでね本当アクアリウムの淡水の水草みたいな印象ですよね。でもやっぱりね絶対に淡水じゃないなっていうこのテイストがすごく魅力的です。こいつをねなんか大事に使っていきたいんですよね。こういったツタね本当石に活着するんですよ。
なので、数がねいっぱいあったらちょっと石とかにも植えてみたいと思うんですけど、まあ、一旦ちょっと地植えというか砂に植えて使ってみようと思います。ちょっとずつですね、ちょっと穏やかな感じの優しい雰囲気の海藻ですね。はい、いっぱいあるんですけど、ちょっとずつ選んで使わないと何が何だか分かんなくなっちゃう。はい、こういったツタ系のやつね、こういうのを使っていきます。まあ、水草と違って私も正直ね、うまく育てた経験があるわけじゃないんで、たまたまなんか平井ワズダかなんかタカノハズダかがすげえ水槽で増えたっていう経験だけがあるので、増えるときはすげえ増えるんだなっていう知識だけはありますが、レイアウトは初めてです。はい、こんな感じでちょっと植えて、やっぱり、淡水のアクアリウムのイメージだと、密集した方が素敵にね見えやすいので、今回もちょっとある程度密集させます。実際はね石とかにもくっついてんだろうな。よいしょよいしょ。茎の部分がやっぱあるとね植えにくいっすね。ランナーがあるとそのランナーが横に伸びるから植えにくいみたいな、あのそんなイメージです。オーストラリアンのチドメとか植えるときに意外と植えにくいみたいな、多分そんな感じに似てると思います。はい、イメージとしてはこの草を中景から前景みたいな、この繊細なこの草をねちょっとね生かしたいんですよね。なおかつ水も浄化してくれるらしいので大事にしていきたいですね。はい、真ん中の方にちょっとこいつを植えてみました。はい、はい、もうちょっとこんな感じでやっていきますが、海ぶどうも植えていこうか。もうちょい同じような種類をちょっとどんどんいっていきます。はい、ここにも海藻ですね。あとはそうですね、こんな感じかな。はい、じゃあ一旦こんな感じにしときましょうか。で、ちょっと前の方にこのツタみたいな草がつきました。で、あとは、そうですね、ちょっと、こういった海ぶどうみたいなやつを、ボリュームのある海ぶどうみたいなやつを植えて賑やかしながら、なおかつ水質の浄化を期待していく感じで使っていきましょう。これもね、正直どうやって使うんだよこれみたいな感じのレイアウト素材で見ちゃうとそうなんですけど、あの石にもくっつくし砂にも埋まるっていうイメージが私の中でもこいつはあるので、本当に適当に、両サイドにちょっとこんな感じで植えてみましょうか。なかなかアクアにはね、淡水にはない宇宙感ですよね。はい、プリプリと。で、結構ね育ってくると本当いろんな海藻が混じっちゃうらしくてですね、そうするとね、なんかね、もう取り返しがつかないらしいというふうなお話を園さんからも聞いたので、この植栽する際にも結構、混じらんようにちょっと今調整して、きれいにしながら植えてます。はい、どんどんやってます。で、この辺は、ペルコのね、真ん中ら辺になるイメージなんで、後ろの方にはね、石とかも置こうと思うんで、その石の紫色とコントラストが、きれいになったらいいなと思いながら植えております。はい、絡んでる海藻も取りつつ、すごいねやっぱ細かいのが絡んでたりします。で、案外こういうのがね増えて水をきれいにしてくれたりするんだよねっていう話を、まあ、園原さんとも、してきたんですけどね。だからもう雑草みたいなんじゃなくても本当に大事ないろんな草が本当は生えるのが、多様性でねきれいなんかなとは思いますが、今日はちょっと作品としてねちょっと作っていってるんで、はい、配慮しております。はい、海ぶどうまだいっぱいありますね。ちょっとこの辺使っていきます。よいしょよいしょ。海ぶどうってほんとなんか
宇宙とか未来の植物みたいなね、太古の植物みたいな、なんか本当に SF っぽい雰囲気ありますよね。はい、海ぶどうがこう何かのツタ系の植物の両サイドにこう収まるように今ちょっと植えて遊んでいます。どうかしら。またね、サンゴ砂に植えるのが今までのアクア系のソイルとも違うし、独特ですね。抜ける、難しい。よしよしよ。はい、植えました。さて、じゃあ、その流れでちょっと石とかを入れてみましょうか。よいしょ。うん、そうですね、こんな感じでいいのかな。あんまり大きい石入れちゃうとね、多分ね、立てた方がいいかな。パンパンになっちゃうかなとは思ってんだけど、でもまあ、まあ、ありっちゃありですね。よし、じゃあ石に今度は、海藻つけていきましょう。で、海藻マジでね、これは海でも実際あったんですけど、かなり強くいろんなところに固着してました。なんで、園さんに聞いたんですけど、なんかね、接着剤とか使っても大丈夫らしいんですよ。で、接着剤海藻に使ったことある人間って今までそんなにいねえだろうと思うんですけど、せっかくなんで今回は接着剤使ってみようと思います。こんな感じで入れましょうか。はい、で、この三角の石のこの辺からこうわさっとなってるような情報にボリュームを出していこうと思いまして、で、今回ね、この何じゃろうね、これなんとなく本田原とかそういう雰囲気ですかね、なんとなく聞いたことある海藻の名前を今言っちゃっただけなんですけど、こういう感じでつけていこうかなと思います。はい、で、接着剤はもう今日はね、ほんと、さっと作業性がいいやつがいいので、もうマジでこの万能のすげえすぐ乾くやつ、それをですね、海藻もびっしゃびしゃだとね、正直接着しにくいので、軽くこういう感じで拭いて、で、ポイントでね、ポチョッとつけて、はい、で、こんな感じかな。はい、グッと押さえつけます。で、多分ね、1ポイントだけつけるとその1ポイントが剥がれるとあっという間に取れちゃうんで、あわよくば何ポイントか分けて、よいしょ、つけるといいのかなと思ってます。よいしょ。はい、こんな感じでちょっと手でも押さえながら、よいしょ。で、濡れても平気なのかとかっていうのがね、よく接着剤ってあると思うんですが、接着剤は水分と結構ね、反応するらしいので、濡れないと、大気中の水分とかが本当にないと全然固まんないくらいですね。なんで、濡れてる分には海水でもね、固まるみたい。実際に私もちょっと練習もしたんですけど、さっき。うん、こんな感じでつくんですよ、ほら。つくんです。なんとなくいけそうな雰囲気あるでしょ。はい。で、次、他のやつもいってみましょう。でここにも混じってるね、海藻とかがあるんで、こういうのはね、ちょっと丁寧に取っておきましょう。紐みたいなやつが、ね、いっぱいいます。はい、で同じ種類をまとめた方が綺麗っていうのは、もうアクアリウムの、ね、水草レイアウトでは定石ですから。この辺にちょっとまとめてみます。こんな感じにしようか。ちょっと拭いて、で海藻も少し拭いたところを作って、で、できたら複数箇所接着剤をつけて、こんな感じで止める。はい、数秒間、そしたら、お、ついたんちゃう。こんな感じでね、ほら、ついた。はい、なんとなくうまくいってるなっていうのは、私がちゃんと練習したからです。はい、撮影の前にちゃんと練習してます。はい、で、他のも取りつつ、一旦こんな感じで入れたらいいかな。ちょっと
褐色もねすごい面白いんですけど、まあ一回入れてみましょうか。で、これを水槽の中に入れるとどんな感じになるかなと。よいしょ。よいしょ。うん。なんか上の方に結構ボリュームが出て、これはこれで面白そうですね。ちょっとなんかでも緑したいなって気持ちもちょっとあるんですが、もう少しいろいろつけていきましょうか。はい、まだまだ海藻いっぱいありますので、どんどんやっていきます。ちょっと一回じゃあまた取り出して。はい。結構ね、この石が安定感もいいし、すげえ使い勝手良さそうだなと思うんで、この石をメインに、どんどんね、海藻を追加していきます。で、なんか緑のもしゃもしゃがね、あったんですよ。ほら、もしゃもしゃ。ほうきみたいな。いい感じの穂みたいになってるやつがあったので、これも、石にくっつけていこうと思います。やっぱね、紫色一色になるとライブロックっぽくて綺麗なんですけど、ちょっとね嘘くさいというか人工感があっちゃうんで、こんな感じでつけていこうかなと思います。はい、で海水をまず取って、でこの辺のよいしょよいしょ水分を取って、びしゃびしゃだとつきにくいです。はい、取りました。で、ここに対してどの辺をつけようかな。もうなんかね、どこをつけていいのか全くわからないんですけど、止まってさえいればいいらしいと。多分ね、こう漂ってるんですよね、海の中を実際。なので、引っかかりやすい形状にはなってるなとは思いますね。トゲトゲしてたり、ちょっと硬かったり。で、それがたまたまこの辺に引っかかったよっていうような感じの演出にしております。ほら、引っかかった感じ。うん。ほら、ついた。これで大丈夫でしょう。はい。こんな感じでなんかオブジェを作るみたいにして、どんどん海藻まみれにしていこうかなと思っております。で、いろいろ種類がある。例えばこれ、なんかありました。園さんのと一緒に撮ったね、なんだかよ全くわからない、枯れてんのかなと思ったんですけど、これ枯れてないらしいですね。こういう海藻です。もうこれ上も下もわかんない。これなんかちょっとぐちゃぐちゃしちょるんじゃないかと思いますけれども、まあ、こんなのもね、でも味ですから、もうこんなのもちょっとつけてみましょう。どうしようかな、これちょっと後ろの存在感になりましょうか。本当にこれね、上がないのか下がないのか不思議な感じの海藻です。はい、どんどんやってますが、やっぱり結構ね、普通の淡水のアクアリウムより時間かかりますね、これね。よいしょ。さあ、どんどんやっていきますと、よいしょ、はい、ここに瞬着を2箇所つけましょうか。はい、で後ろの側にこんな感じでつけて、よいしょ、どうかな、1箇所ついて、もう1箇所は私の手についちゃいましたね。これよくあるんですよね。引き続きやっていきます。こんな感じでこの石につけたい。多分これでいける。ついたっすね。見て、なんか綺麗かどうかはよくわからんけど面白いね。はい、で続いていってみましょう。まだまだいっぱいあります。あ、もしゃもしゃがまだあったっすね。もしゃもしゃ、もう本当なんじゃろうこれ。でもなんとなくこっちは下ですね、こっちが上って感じがするんでつけやすいっす。この辺につけてみましょうか。でも正直ペルコでレイアウトをするときとかはね、こういった局面のね、ものってどういうふうに映るかって本当に角度によってめちゃくちゃ変わっちゃうんで、あんまりこう狙わないでね、楽しくやったらいいと思います。いろんな角度からいろんな構図で見れるのが楽しいっていう感じにして、あんまりこうでペルコはね、デザイン的にも正面っていうのを作ってないんで、一応ジェックスのロゴはここに入れてるんですけど、お好きなように正面向けて楽しんでくれたら全然ありだと思います。
はい、こんな感じかな。ついたね。もうちょいしっかりつけるよ。あ、ダメ、取れちゃった。やっぱ取れるね。ちょっとね、ビシャビシャしてるんですよね。水分が多すぎるとやっぱりね、うまくいかないですね。今回はね、すごいね、長巻きの尺なんでね、ここら辺喋ってるのが全部カットかなと思ってるんですけど、それでも私は喋り続けます。お仕事 YouTuber なんでね。早送りになって多分あの素敵な環境音とかこうおしゃれ BGM が流れてきっといるんだろうと思いますが、私はまだ喋ります。はい、なんかいろいろつけてみました。もっさりしてきましたね。ボリュームも出てきてすごい楽しい感じがするかなと。もうちょっとつけちゃおうかな。あのね、まだまだまだあるんですよ、本当に魅力的な海藻が。色もちょっとついてるやつとかもあるしね。あ、これ面白いよね。これとかもう宇宙人みたいですもんね。これは埋めようか、砂に。あ、これなんかね、硬いんですよ、これ。これあの現地でもちょっと園さんに説明してもらったんですけど、名前も覚えてないですね。なんだかこれはなんかむしろ埋めた方が面白いような気がするな。まあ、もしくはワンポイントどっかにつけた方がいい。ここにつけないでおきましょう。よし、一旦これでちょっと水槽に戻します。はい、こんな感じ。うんうん、ボリューム豊かで楽しい感じがするんじゃないでしょうか。はい、で結構ね、まだまだ素材があるんでいろいろやっていこうと思うんですけども、多分ね、いろんな本当見方によっていろんな絵が見えるようなレイアウト水槽にちょっとなっていきそうだなと思ってます。はい、これはもう本当に奥にピタッとしてでね、ちょっと綺麗な赤系の海藻がねすごいあるんですよ。赤系といってもあの淡水の赤とはちょっと違うね、少し紫色がかったようなすごいね独特の色味を持った海藻がいくつもあって、それをちょっと背の低い石につけていこうと思います。で、なんでかっていうと、あんまりこう背が高くないんですね、海藻が。で、背が低い石につけることによって、前面の方に赤系で、後ろ側に、まあ、緑とか他の、海藻みたいな風にちょっとしっかりと色分けができるかなと考えてまして、はい、赤系だけでもこんなにありますね。ちょっと今バッと撮ってるんですけど、なんで、あんまりね、よいしょ、結構褐色あるな、なんていうか、住んでるところをちゃんと分けて、色分けしていこうと思います。で、あとね、これは園さんからもらったアドバイスなんですけど、やっぱね、緑の方が強いらしくて、全体的に、例えば海ぶどうとかね、あのツタみたいなやつの方が強いらしくて、で、強いとこういう赤色の草をね、どんどんこう飲み込んでしまうらしいんですね、普通の水槽だと。っていう話を聞いてましたんで、住むところをちゃんと水槽の中で分けてあげようと思ってて、ツタみたいなやつは地植えで地面の栄養をしっかりとる。で、こういった赤系のやつはもう本当に、石にくっつけて、もう水中から直接栄養をとるようなイメージで使えたらいいなと。そしたら、なんていうんですかね、住んでるところがバッティングしなくていいんじゃないかなと思っております。はい、赤系の石に赤系の草をつけてます。で、さらに、まあ、似たような種類でまとめた方が面白いかなと思うんですけど、まあ、ちょっとプリプリしたやつもあるんで、プリプリしたやつもつけていきましょうか。ちょっと大柄の、あ、でも綺麗な、本当ね、半透明のね、綺麗な赤がいっぱいあるんですよ。これとかめっちゃ赤綺麗やな。これ前景いっちゃう前に持ってこようか。すごい鮮やかなピンク色、なんて草なんでしょうね。多分聞いたんだけど思い出せない。すごい綺麗なね、ピンク色なんですよ。
ちょっとこれは一番手前に持ってきます。映えるんでね、やっぱりね、こういう色、このちょっとシックなやつの、脇とかにささっとね、ちょっとつけて、ついたかな、ちょっと弱いな、いまいち、もうちょいつけます。よいしょよいしょ、いい感じつきました。はい、すごいなんか竜宮城みたいな感じですね。なんかまあちょっと変な表現ですけど、わかる人はわかるかもしれない。ちょっと竜宮城みたいなの入れますよ。ほら、竜宮城みたいじゃないですか。わかります。で、結構ね、赤が綺麗なんで前に見せるようにちょっと持ってきました。これが私の竜宮城のイメージ。ちょっと分かりにくいですね。まあまあまあ、こんな感じでどんどん仕上げていきます。はい、赤系はちょっとちっちゃい石にどんどんつけていきましょうか。はい、あとまだね、数ありますんで、どんどん作業していきます。よいしょ、プリプリしたやつとかね、どれからいこうかな。で、なんか多分接着剤でつけるときも、本当にたまたま流れ着いたところに引っかかったくらいのテンションでやった方が階層はいいんだろうなと思ってまして、やっぱりね、ここっていうふうに決めつけるよりはやっぱ漂ってると思うんで、なんかそういう自由な感じを出したいですね。掛けを今どんどんつけてるところです。すごいね、でも本当見たことないような色味の、アクアリウムでも淡水ではない雰囲気ですね。海水魚はね、淡水魚とは全く違うっていうのは誰もがね知ってると思うんですけど、海藻の水草レイアウトみたいなのもね、これからちょっと流行っていくんじゃないかなと、そんな予感を感じております。どうかな、うん、結構つきましたね。うん、なんか可愛いでしょう、これも。はい、でこれもちょっと入れていきましょう。ちょっとこれ入れていくとあれですね、ツタがちょっと目立たなくなっていっちゃうね。ツタとか最初に売れてたやつが、まあいいけどね。はい、こんな感じでどん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 ちょっと今足してます。で、これでもうちょっとまだまだあるんで、ここの世界、この大きい石にもちょっとつけてこう、余っちゃったから、いや余っちゃってねえな、これこの石は入れて、で残りの草を見た感じ、こっちにもう一個入れようか。そうだね、こうしよう。で、上の方につけちゃおう、こいつら。こうか。うん、立ちが良さそうな方がいいね。よいしょよいしょ。
っぱりなんかね、食感というか触った感じがね、海藻サラダなんですよね。あのプリプリ感、完全に海藻サラダですよ。もうちょっとつけますね。つけました。これで固まったかな。固まったね。はい、ここにも海藻いっぱいつけて、でこっちサイドいきましょう。はい、どんどんねボリューミーになっていっていると、うん、もうなんだかよくわからない。まあもうそこがきっと楽しいところということで、どんどんやっていきます。はい、で、今回はね、他にもよいしょ、さっきのね、あの宇宙みたいな草とかあったんで、これもど真ん中行ってみましょう。ほらもうなんか不気味でしょ。淡水で見たことないでしょこんなの、っていうのが面白いですね。ちょっと悪趣味な構図になっちゃったかもしれないんで、後で直します。で、あとね、ちょっと面白いやつだとこれ海サボテン、あれ何て言ってたかな、サボテン草って言ってたかな、よいしょ、サボテンみたいなね、ほんと節がある海藻で石灰質らしいですね。あ、これとかも分かりやすいですね。もう根っこというか石灰のほんと塊みたいなのがくっついてる。こういうのはもうほんと石とかにがっつりくっついてました。ですので、こいつらも使いますが、どこに使おうかな。これとかすごい面白いな。下の方とかつけてちょっとアクセントに使いたいな。こういうところとかいいな。よし、よいしょ、出したり入れたりって感じで今回はねやっていきます。よいしょ、10分ぐらいですね。これでちょっと残業申請してないんでアウトかな。はい、やっぱり難しいですね。時間かかります。よいしょ、やっぱり難しいっすよね、慣れないことはね。慣れてても難しいですもんね。よしよし、 OK、 つきました。根元の方にもつけようか。なんか色のコントラストが綺麗ですよね。あのなんかね、素材としてすごい新鮮で面白いですね。普段アクアリウムで淡水で使うやつだと、絶対にありえないような風合いなんで、こんなん使ったことないけど使ったらどうなるのかなっていう楽しみがあるっすね。でしかもまだ育て方もよくわからんっていう、まあなんかトライしがいがあるカテゴリーですね。いい感じですね。じゃあこんな感じで一旦戻します。どっちが上だ、こうか、うん、でこいつらはなんかちょっと地上絵っぽくしたいですね。なんか砂に入ってたって感じなんで、前とかに入れましょうか。で
次はどれ行こうかな。そんでなんかね、この地味な茶色い草もなんかね、長く育ててるとすごい綺麗になったりするということが園さんのね、あの水槽を見てたら分かって教えていただいたので、ちゃんと使います。でもなんかどう使っていいのかよく分かんないから置いときましょうか。なんかそういう全部ね、しっかりやんなくてもいいじゃないっていうのがこのナチュラルスタイルっていうか、こうラフなねアクアリウムの楽しみ方ということで、これはとりあえず置いておきます。はい、落ちたらまた何とかします。で今回なんですけど、多分面白い点というか、まあこうチャレンジングな点で、こういったねアマモ類ですかね、こういうのいっぱい送っていただきました。これね、園さんが言ってました、これ難しいんですって。でまあどうだろう、うまくいくかどうか分かんないんですけど、トライということでね、こういうのも植えていこうと思います。でも見ての通りね、パッと見はなんか、バリスネリアかニラか何かかなって感じなんですけど、まあそもそもこれすごいね、砂に栄養がないとうまくいかないということもあり、まあ、難しいんでしょうけど、このランナーついた状態ってもう植えれないですよね、アクアリウム的に。で小型だともう無理なんで、もうこれはどうなるか分かんないですけど、まあ、根もね取ってね、適当にねもいでね、これで、ちょっとワン単位にして植えていきます。これで育たなかったとしても、育て方が悪いのか何なのか、ちょっと植え方が悪いのか分かりませんが、でももしかしたらこれで育つかもしれない、そういうのが楽しいですね。はい、アマモはすごい難しいんですって。水族館とかでもうまくいってるところは少ないらしくて、まあでもね、ちょっとだけ練習目的といいますか、これからアクアリウムを知る上で今回勉強させていただきます。よいしょ、こういうふうに細切れじゃ使えないんかな、やっぱ。よいしょ、まあ、ひとまずね、もしかしたらどっか一個がでも根付いていくかもしれないので、はい、だいぶコンパクトになりました。でね、ちょっと背のちっちゃいアマモみたいなのもいます。でこれパッと見同じなんですけど、なんか違う種類らしいです。ですので、ちょっと背のちっちゃいやつも同じように植えやすいようにちょっと調整していきます。植えれないですからね、そもそもね、こんなちっちゃい水槽には。はい、こちらもちょっと調整していきます。使い方としてはバリスネリスみたいに使いたいんですけどね、でも実際全然違うというか難しいみたいです。ランナーがすごい強いんですよね、触ってて分かるんだけど硬い。だから多分ね、実際はすっごい粘りがいい植物なんだろうなとは感じます。はい、だいぶすっきりしてきたかな、もうちょいかな。もうでかいんですよね、とにかくやっぱ一塊というかコロニーが。よいしょよいしょ、よいしょよし、まあ大体こんなもんかな。はい、じゃあ植えていきますが、ちょっとねエリアを分けます。海ぶどうをちょっと今いろんなところに点在しちゃったんで、海ぶどう一回はじいてでこの辺に植えていこうと思います。海ぶどうパス。はい、で、背がねある程度高いのもあるんで、こんな感じで多分ね、角度が悪いと局面だと見えないと思うんですけど、はい、こんな感じで、ちょっと大きい株からね植えていって、で、少し密度も出していこうと思います。実際ね、海ではそんなに密度高くなかったんで、多分あんまり密度高く植えると良くないんだろうなとか思いつつ、まあ、水槽の中だと何があるか分かんないですからね。よいしょ、サンゴ砂が植えにくいんだ、またこれ。よいしょ。よいしょ。サンゴ砂とこのランナーが邪魔で、植わらない、植わらない。よいしょ。でも、ザクザクいっております。
これで育ったらね、自慢できますからね、楽しみですね。まだね、競技人口が少ないといいますか、海藻をレイアウトしてる人自体が少ないんで、本当これからやる人はね、パイオニアになれますよ。わ、やっぱ綺麗ですね。そっか。よいしょ、はい、よいしょ。で、ちょっと細かいやつは前の方にも植えていきます。細かいやつの方が植えやすいけど、育つのは難しいらしいっすよ。植えやす。よいしょよいしょ、はい、一生懸命植えてます。なんか淡水の水草に似てるせいでちょっと安心しますね、植えてて。いつものあの感じだっていうね。でも難易度は全く違うみたいですよ。ほらしょ。あ、もう最初植えたツタが全く見えなくなっちゃいましたけど、まあもうそんなこともよくあります。ペルコは底面フィルターなんで、こうね、栄養分とかが、まあ、当然栄養分というか、まあね、こう食べ残しとかそういうのがそこにたまりますんで、こういったそこからしっかり栄養が欲しい植物たちにはきっといいんでしょうね。はい、だいぶ割ってきました。で、海ぶどうとかを一回外しちゃったんで、もうね、これね、石につけます。石につけた方がね、楽。こち
ちの石につけよう。よいしょ。1箇所ついた。で、さっき外した海ぶどうのうちのこっちもつけようか。こっちでしょ。多分ね、こんなレイアウトしてもね、伸びてきたり、淘汰されたりね、枯れたりとかがあるんですが、そういうのを気長に楽しむのがこういった海藻のレイアウトのポイントだそうです。まあそうですよね。やっぱりね、 100% 狙ったレイアウトをするのも素晴らしい技術だし楽しいんですけど、生き物がね、こう増えたり淘汰されたりとかっていうのもすごいね、面白い要素だと思うんですよね、アクアリウムの。ですので、なんとなくね、こうカチッとこうこれだって決めたい気持ちもあるんですけど、まあ一旦こんな感じで作ってみるけど、あとは成り行きに任せて様子見ていこうかなっていう風な楽しみ方が超重要な気がしますね。特にこういった海藻類は。だいぶ減ってきましたね、素材が。よいしょ。もうちょい海ぶどうつけようか。海ぶどう面白いな。海ぶどうはでも本当に食べ物として売られてるやつでも育つらしいんで、スーパーとかに売ってて、海水水槽やってる方はね、まあ、もう実際もう入れてる方も多いと思うんですけど、ぜひ育成も楽しんでみてはいかがでしょうか。すっごい栄養塩を吸収してくれるらしいですよ。あ、一部抜けてしまっている。抜けるですよね。抜けるのもね、もう醍醐味というかね、当たり前のことなんでね。よいしょ、戻してと。うまく戻らないと。よし、大体いい感じかな。よいしょ、どうでしょうね。だいぶいい感じになってきたんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、こういうのはね、やっぱあるとことないところがしっかり分かれてた方がいいと思うんで、海ぶどう全部取りますわ、植えてたやつ。海ぶどうを全部一回取って、で奥にね、こいつをスッとセットして、赤いライブロックにつながるようなイメージでね。で、前の方にもう一回こうツタも植え直して、最初に植えてたけどね、結局最後にもう一回調整っていうね。見えないもんな。うんうん、かわいい感じになってきたんじゃないでしょうか。よいしょよいしょ、調整しつつ、で海
当に入れよう。なんかね、狙ってやってもあんま綺麗にならん。しかも浮いてる感じの方が運輸道綺麗なんで、この辺にボリュームを入れる感じで適当に入れます。でね、多分ね、流れていっちゃうんですけども、それもまた個性かなと。そういう植物だ、植物じゃないんか、海藻だろう、植物なのかよくわからない。はい、あとはちょっとあるサボテン草とかも、ちょっとせっかくだからな。サボテン草綺麗だな。はい、こんな感じで入れて、あとなんかね、もう本当によくわからないプルプルした四角いやつとかあるんですよ。もう本当に謎。もうこういうのももう入れます。もうなんかね、よくわかんないんで適当に入れます。それが自然だろうということで。でなんかこれね、なんかもうすっごいプリプリした綺麗なやつも、なんかわかんないけど綺麗だから、もう適当なところ置いておきます。すごい適当にやってるように見えるかもしれないんですけど、結構適当にやってますね。でもまあ多分ね、草自体の魅力でもう面白いなっていうのが分かってきたんで、自信を持って作っております。草が面白い、もうとにかく俺がどうこうやんなくても面白い。これない方がいいな。真ん中のエイリアンはちょっと奥に持っていきます。センターがすっきりさせた方が、これは構図的にもいいなということで、奥、センターの奥にちょっと、これでいいでしょう。で、この際だからここの草をもう一回植え直して、よいしょ。はい、あとはもうほんの少し海藻とか残ってますけど、だいたいこんな感じで完成にします。キリがないですね、これ永遠にできちゃうんで。で、あと、お水入れて、生態入れて終わりにしましょうか。フィルター回していいですかね。そうするとちょっと濁っちゃうんですけど、どうします。いや、 OKOK ね。はい、じゃペルコ回します。明日がね、絶対ピカピカに綺麗になってると思います。はい、出てますね。わかります？海藻のところプルプルしてるんで。で、お水ちょっと足します。思ったよりはね、濁んなかった方です、これ。結構たくさん使いましたね。海藻という海藻。じゃあちょっとお水を足していきます。生体も入れちゃいます。よいしょ、入れる入れる。生体入れんだったら今のタイミングの方がいいかもしれない。この水槽のお水に合ってるお魚がいるんですよ。もう用意してまして、ちょっと出ます。よいしょ、スズメちゃんです。よいしょ、
よいしょ。これ取っちゃおう。終わりです。真っ白でしょ。よいしょ。ちょっと翌日まで待ってみましょうみたいな感じで言っとく？言っとく？ライトつける？うん、オッケー。新しい水足したからね。なんでポリタンの水が濁ってたんだろうな。昨日作った海水なんだけど。そういうことですね。海水が、でも海水なんだろう、ちょっと持ってくるときにワシャワシャしちゃったのかな。少し揺らしたりすると多分白くなっちゃうんでしょうね。ちょっとだけ触りますね。なんか水澄んだらさ、うん、すげえ綺麗になってそうじゃない。水澄んだらめっちゃくちゃ綺麗になりますよ。あのでしかも本当に済むんで全然いけると思います。はい、俺明日お休みなんで。すいません。ここでコメント取ろう。そうそうそう、今取らないと。うん、多分これで大丈夫でしょう。ちょっと待ってね、これ落ちてきたやつだな。休まないと損損ですよ。そうですよ。普通に損損です。よいしょ、OK。多分大丈夫でしょう。はい、片付けます？このままで終了します？了解です。じゃあ一旦ライトつけて。もういいよ。はい、一応ね。明るいよ。ほら、真っ白け。という感じで一旦完成です。すいません、真っ白けっけになっちゃいました。ちょっと海水が作りたてのやつとか作り置きのやつとか混ざっちゃったんで、真っ白けっけですけれども、まあ、ちゃんとした海水で作ってますんで、時間が経てば必ず、ピッカピカになると思いますんで、明日以降かな、ちょっとまた撮影してもらいます。綺麗になったやつ、めちゃくちゃ多分ね、澄んでいい感じになると思うんで、お楽しみに。